heartbeat of Chillville. Unite with music, 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 music. On Alpha Station. Flag Radio. 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 Friday. With. Ua, ua, ua.UA がお送りしています金曜日のフラッグレディオ。このパートでは新しい価値観で生きる方々をマンスリーゲストとしてお迎えしています。今月11月のゲストはファッションデザイナーの中里由真さんです。こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ先に簡単にご紹介させてくださいね。中里由真くんは1985年東京都生まれでいらっしゃいます。ベルギーアントワープ王立芸術アカデミーを日本人最年少で卒業されています。2009年に自身のファッションレーベルを設立、2016年には日本人として史上2人目森英恵さん以来12年ぶりとなるパリオートクチュールファッションウィーク公式ゲストデザイナーの一人に選ばれコレクションを発表。その後も継続的にパリでコレクションを発表し、テクノロジーとクラフトマンシップを融合させたものづくりを提案されています。はい、はい、2週目のテーマはなんとオートクチュールでございます、はいはい、先週も少しその原点に触れるようなお話ありましたけれども、はい、前々回のここのコーナーのゲストにですね、高木由里子さんという写真家いらっしゃってくださって、うん、彼女もディオール店で撮り下ろしたお写真のお話の中でそのクチュールっていうものの話されていて、ね、彼女もやっぱりこう民族ノマドの洋服っていうものにもともとものすごい惹かれて旅をされてるけれども、うん、オートクチュールってなるとその民族の持つそのマインドと近いものがあるっていうことをおっしゃられてたんですよね。確かに確かに、すごくこう、はい、プリミティブというか作る人がもうそのままダイレクトに目の前の人にこう服を、はい、まあ、仕立てていくっていう、まあ、そのあり方、まあ、作る人と着る人の距離がこうすごく近いっていうのは、そういう意味ではすごくプリミティブというか、はい、なんて言うんでしょうね、太古からこう脈々とこう続く衣服の作り方に非常に近いんじゃないかなという、気もしていたり、してで、まあ、私の中ではやっぱりこの UA さんに出会って最初にこの衣装を作らせてもらった時からこの、はい、やっぱり着る人と対話をしながら作るって、うん、やっぱりこのオーダーメイドとかオートクチュールならではのあり方 で、ね、うん、でやっぱり大量生産になればなるほどその作る人と着る人の距離ってどんどんこう離れていってしまうの で、 そうですね、うん、でどこで誰が作ったかは基本わからないっていうのが、うん、その大量生産のものづくりになっていってしまうの で、 そうですね、うん、なので、まあ、そういうこうすごく近い距離感でものを作っていくっていうのが、まあ、楽しいし、うん、まあ、そういうこう出会いによって生まれる本当に世界で一つだけのデザインっていうなんかその感じが、うん、なんかすごく心地よくて楽しいなといつも思っていて、うんうん、それがやっぱりオートクチュールに向かっていった原動力なんですけど、うんうん、なんかまあドラえもん見ててもね、うん、のび太くんのお母さんでさえものび太くんに洋服作ってるんだよね。まあいつも黄色い服と短パン履いてるイメージありますけどご自分の洋服だったかな、家でお母さん作られてたりして、で、あんまり最近お母さんが作った服着てるのよなんていう子供はもう見かけなくなっちゃったけれども、うんうんうん、なんかそう、それともね、まあちょっと規模感は違いますけれども、うん、誰かのために洋服作る行為っていうのは不思議よね、なんかね。そうですね、ものすごく特別ですよね。うん、そのオートクチュールというとやっぱりどうしてもすごく高級なね、高価な服ってイメージがありますけど、まあね、でもそのね、今のび太くんみたいに、ね、家庭で手作りでとか、うん、ちょっとこうねワッペンを特別につけるとか、うん、まあ、そういうこともある意味こう、うん、つながってるのかなという気もしていて、うんうん、でも買った服のことは覚えてないけど、そういう風に作ってもらった服のことはやっぱりすごく覚えてるもんね。あ、誰も持ってないっていうね、うんうんうん、その
その感じってなんかねすごくなんでしょう、その家庭料理とか家で料理作るって、まあ今でもおそらく残ってると思うんですけど、おそらくまあほとんどのね、はい、あると思うんですけど、うん、服だけはやっぱり家で作んなくなってしまったというのがあって、うん、まあ、これはねしょうがないと思うんですけど、なかなかね時間もないし、はい、うん、あの買った方がっていうのもあのよくわかるんですけど、うん、そうだね、今着物の世界なんかでもどんどん減ってるんですか、うん、ああいう職人さんっていうのは、うん、そうですね、やっぱりこの手仕事とか、うん、そのすごくこうなんていうんだろうな、高度な技術で刺繍をするとか染めるとか、うん、まあ、そういうものってやっぱりどん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 あの衰退してしまってるっていうのは、まあ、あのいろんな産地をこう日本で回って、まあ、見るのが好きなのでよく行くんですけど、うん、はい、まあ、本当にご高齢になってていたりとか、あのすごくこうね規模がどん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 縮小してしまってたりとかっていうのは、うん、あの日々目にするんですよね、うんうん、なんか染めの世界っていうのは意外とニューウェーブな感じで増えてるような印象も、うん、まあ、自分の周りだけかもわからないですけれども、もっと全般的には結局減少してるのかもわからないけれども、うん、割といません、近いところに染めをやってる、うんうんうん、なんかね皆さんやっぱりあの小飽きないっていうか、自分たちの本当にホームビジネスみたいな感じしてる規模にはどうしてもなってるけれども、うん、そうですね、でもやっぱり着物はそりゃそうだよな、でも本当にあの今こう若い人があの地方にこう移り住んで、うん、でその土地でその伝統的なその染めとかを学んで、うん、で新しくこうビジネスを始めるとか、はいはい、そういう動きも あったりして、うん、で SNS とかを使ってこう上手に発信しながら、あの、ね、成り立たせていくっていう うん、あったりするんで、なんかもっともっと、はい、あの増えてほしいなという個人的に思いはあるんですけどね、うん、はい、うん、ね、まあそのなくなっていく伝統と、またもう一つはこの環境の問題ですよね、うん、実はこのファッション業界が起こしているその環境破壊ということがなかなか知られていない事実、うん、ファッション業界にいる人たちでさえも知らないままいるという状況ではありますかね、うん、そうですね、うん、ね、まあ、映画のお話にもつながっていくかなと思うんですけど、うんうんうん、そのやはりケニアにドーンと、まあ、いつもポーンと行く場所がすごいですよねそうそうそう、はい、そうですね、ケニア、うんうん、あのはい、ケニアはあの今こう世界中から不要になった服があの押し寄せてしまってるというのをニュースで見て、ニュースで、それは、まあ、もちろん写真で見てもすごい光景だったんですけど、はい、まあね、こう服を生み出す側の立場でもあるので、うんうん、それはやっぱり一度自分の目でも見てみたいなというふうに思って、で、まあ、思い切ってあの行ってみたっていうのが始まりなんですけど、うん、はい、それはもうケニアの国がそのようにビジネスとして受け入れることを決めたということなんですよね、うん、でそれもそうみたいですね、服に特化して受け入れているってことなんですね、うん、そうなんですよね、で、あの、まあ、これは日々世界中からもう今も来続けているし、うん、でそれをこう、まあ、処理する方法がない中でどん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 来続けているので、うん、はい、それがどうしてもこう野山にこう山積みに、まあ、なっていってしまうみたいな、あの、うん、そういう現状があるんですけど、うん、でこれはまあ本当にね地球規模というか壮大なあの話なので、なかなかこう、はい、ね、うん、どこから手をつけてよいのかとか、まあ、デザイナー一人で何か どうにかなるとかっていうことでもないんですけど、でもその多くの不要になった服を見ていると、はい、そのデザイナー視点で見るといろいろ発見があって、で例えばそのリサイクルしやすいように作られてないんですよね、うん、基本的に多くの服って、その破棄される最終地点っていうのはなかなかこうイメージされずに作られてるというか、はい、まあ、やっぱり店頭で売って、まあ、うん、お客さんがこう着る、そこまではある程度想定されてて、でその先っていうのはなかなかこうイメージされてないっていうのが、はい、その服を見てるとなんとなく見えてきて、う
うん、でそういう意味では例えばデザイナーとしてこう服を考えるときにちょっとボタンを取り外しやすいように作るとかもしくはファスナーはなるべく使わないようにしてみようとかわかんないですけど、そういう何かそのデザインをするときに、うん、あのヒントになるんじゃないかとか、うん、あとはもういろんなその繊維をこう混ぜて素材を作るとか、うん、あのいろんな生地をこうつなぎ合わせて作っちゃうとリサイクルしにくくなってしまったりとか、そういうのもあったりして、リサイクルというのは具体的にその一旦こう全部を、まあ、溶かすというか融合させてもう一回布に、うん、使うという意味ですか、うんうんうん、そうですね、うん、それもあるし、うん、あのまあ、例えばこうウエスっていってこうなんか雑巾みたいにあのするという時にはやっぱりそのポリエステルとかが入ってると吸収してしにくかったりとか、なるほど、うん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 、とかそのファスナーとかがいっぱいついてるとあの それをこう、まあ、取り外すのがすごく大変とかですね、あったりするんですよね、うんとか、そうなんか再会した時にもお写真見せてくれながらいろいろお話を伺って、うん、なんだろう、こうケニアの市場でしたかね、あれなんか通りがもう道路が何ですか、洋服の道路になってたねそう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 なんですよ、服の上を人が歩いて、ね、行き来してるっていう、ね、うん、で服を買うっていう概念が彼らにはなかったけども、うんう、うん、古着をね、まあうん、そこら辺にたくさん古着があるので、うん、まあ、それを民族衣装を捨てて、うん、そういう安易な安易って言っちゃいけないけどこう安く手に入る古着を買うっていう習慣が生まれてしまっているっていうのをおっしゃってたね。まあ本当にその現地の、まあ、デザイナーにも話を聞いたりして、そうするとやっぱりこう、うん、あの今ある古着をこう再利用してプロダクトを作ったりして、あの、まあ、ファッションデザインを考えられてる方も結構たくさんいらっしゃって、うん、はい、なんでまあ自然とそういうリメイクをするとアップサイクルをするみたいなことをやってる人が、うん、あのたくさんいるんですよね。それはやっぱりケニアに、そうかそうか、ケニアもやっぱシティの方だとそういったファッションっていうのの結構進んでるんですか、うん、あそうそうそう、すごいね、うん、おしゃれな人たくさんいるし、うん、あのそれこそこうヨーロッパとかいろんなところに留学をしてファッションを学んでまた帰ってくるような、うん、そういうこう学べる人も中にはいて、うん、そっかそっか、でなのであのそういうこう、まあ、リサイクルするような環境と、うんうん、デザインがこう融合して、はい、すごく面白いこうデザインとかプロダクトが生まれてるっていう、うん、まあ、そういうなんていうかカルチャーもあったりするんですけど、じゃあこの映画ダストトゥダストはですね、うん、どれぐらいの期間に何回ほど行かれた旅になってるんですか。あの映画 の撮影で行ったの1回なんですけど、1回で、うん、はいはい、うん、それでこう行って、でこの古着を150キロ日本に担いで持ち帰ってきて、はい、でそれをこうちょっとこう粉砕して、はい、で新しいテクノロジーを使ってこう再生して、うん、新しいこう布を作って、はいはい、でそれでこうドレスを作ってパリでファッションショーをするっていう、うん、まあ、そこまでがあの映画になってるんですけど、なるほど、うん、そのあれですか、微生物の発酵プロセスみたいなことのですか、うん、おっしゃってるやつ、うん、それも、うん、あの含まれているし、うん、その微生物の、そこすごい気になる、うんうんうん、あそれはあの、はい、人工合成タンパク質っていう、あの今スパイバーっていう新しい、はい、ベンチャー企業があって、そこが、あの動物からこう取らずに、はい、人工的にタンパク質を作って、でそこから繊維を作るというすごい、まあ、技術を開発している会社があって、うん、日本でですよね、日本の、はい、日本の鶴岡、実は結構日本は進んでるのかしら、うん、そういったジャンル、うん、そうですね、うん、ここ実は世界でここだけしかできない技術だったりして、はい、うん、で、まあ、そういう、こう新しい繊維で
環境負荷をかけずに、できるっていうものも今出始めてきていて、まだまだその量がこう限られてるんですけど、はい、まあ、それはちょっとこう未来の希望という形で、まあ、映画の中でもその、まあ、未来の希望としてこう出てきたりもするんですけど、じゃああれですか、もうとにかくこの監督の、関根さんとお二人でも現地に行って、何かこうストーリーとかはまるで自分たちでは膨らませずに、はい、とにかくドキュメンタリーを撮っていったっていう形の本当のドキュメンタリーなんですね。そうですね、はい、わお、もうその場で感じたことをその場で言葉にして、話をしながら、それを紡ぎつつこう全体の映画ができてるという感じなんですけど、はい、で実は私は、先日マグマ、2023年24年の秋冬もののショーですよね、はい、マグマの展示エキシビジョンの方をお邪魔させていただいて現物を見させていただいて、そこでも映画を少しね本当に数分ですけれども、見ることもできたりして、ズバリどうでしょう、このマグマ今回のこの作品も何かケニアからのインスピレーションなんかもあったんでしょうか。そうですね、これもケニアから持ち帰ってきた古着をこう再生して作った布を使ったりして、はい、ドレスにしていたりするんですけど、そういうこう、まあ、価値が本当になくなってしまったものを材料として、そしてまあドレスを作って、で、まあ、そのオートクチュールっていう、まあ、すごく高い服を発表する場所に、まあ、グイッとこう持っていくっていう、でそれを、まあ、ある意味実験的にそれを、はい、見てもらった時に人はどう感じるのかとか、そこにこう、まあ、価値を人は感じられるのだろうかとか、まあ、そういうことが、まあ、問いとしてできたらいいなと思って、はい。はい、こういった、まあ、サステナブルなことをこうメッセージにしていく際にですね、前回のゲストで実はエリーが来てくれてるんですけれども、エリーも確かお友達だったりして、はいはい、同じような思いを持ってる部分があるかなと思うんだけれども、でも彼女もすごくこう葛藤も抱えてるところもあると思うんですね。でゆうまくん的にはこのもう随分しっかりとしたプロジェクトとして進まれてるようですけれども、何かなんだろうな、くじけそうなことっていうのか、やはりその孤独を感じることがあるかなと思うんですが、まあでもゆいまくんのお仲間たちは皆さんすごくしっかりしたチームでいらっしゃるかなとは思うけれども、そういった時はどのような自分にこう対処法っていうか、いやそうですね、そのね、はい、エリさんともね話したりするんですけど、やっぱりこういう問題って何が正解なのかすごく難しくて、そう、ね、で、まあ、逆にこういいとか悪いとかっていうのを言いにくいとか、逆に言ってはいけないようなというか、言うのは難しいというのかな。物事ってやっぱすごく複雑だから、簡単にこのいいとか悪いとかって、善悪ではなかなかジャッジできないですよね。だからこそすごい悩むし葛藤があって、で、向き合いながら、果たしてその自分がやってることって一体何なんだろうか、いいことなのか悪いことなのか自分でもよく分からなくなってくる瞬間とかも、あったりするし、まあ、そういう時に、まあ、いろんな考えやいろんなジャンルの人たちと、まあ、対話やコミュニケーションを取っていくことはすごく大切かなと思ってて、いろんな価値観の人がいるし、自分がいいと思って信じてたら全然違う考えの人に出会うこともあって、なるほど、そう考えるのかみたいなこともあって、でもこういうこう、まあ、積み重ね、キャッチボールをどん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 重ねていくことは大事かななんて思ったりして、じゃあやっぱり対話を大事にしているという意識が強くある。そうですね、できるだけフラットにというか、もちろん自分の中で信念とかね、信じるものはあるけれども、でも信じすぎてしまってもそれはそれで危険なのかなという気もして、はい、常に疑い、自分自身に対しても疑いを持ちながら、まあ、考えをこう更新していけるような感じに、しておきたいななんていうふうに思ったりするんですけどね。ああ、もうお見事。自分自身に疑いを持つっていうの本当に忘れちゃいけないですよね。そうですね。ね、
じゃあそんな葛藤のシーンも見られるのかな。はい、来年春の公開予定になります、はい、ドキュメンタリー映画ダストトゥダストですね、はい、これはたくさんの場所で公開されるといいですね。そうですね、まだこれからいろいろ決まってくる前なんですけど、はい、ぜひ、いろんなあの場所で情報発信していく予定なので楽しみにしていてください、はいしております、はい、ではまた今日もですね1曲選んでいただきたいと思っております。はい、はい、じゃあ今日はですね、うん、あのインターステラーという、はい、映画の、ハンズ・ジマーという方が、はい、作曲した、コンフィールド・チェイスという曲があるんですけど、あのそれこそ私がこう何かこう迷ったり、何かと行き詰まったりするときにこの映画を見たり思い出したりするんですけど、はい、あのすごく壮大なこの宇宙の旅というか、時空や空間をこう本当に行き来しながら映画がこう進んでいくんですけど、まあ、それを見ているとなんかこう自分のある意味こう小ささとかにこう再確認したりとか、なんかこう人間の存在とか地球の在り方みたいなことをもう一回自分の中であの見つめ直したり考え直す、まあ、そういう、あのヒントがなんかたくさん詰まってる映画なのかなと思って、ね、この曲、はい、あのインスピレーションについて考えましたね。どこからそれがやってきてるのかなっていう不思議を垣間見せてくれる映画ですよね。そうですね、はい、私も大好きな映画です。じゃあ曲紹介をお願いします。はい、インターステラーのハンズジマーで、コンフィールドチェイス。ありがとうございました。じゃあまた来週もよろしくお願いします。お願いします。